はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけども、新ガチャ情報、解禁されたんで紹介していくんですけども、やはりですね、おかしいです。今月スケジュールおかしいんで、特殊ガチャ来ると思います。第3弾、ピックかセレボーどちらか来ると思いますので、はい、っていうところの、ところも、解説していきたいと思います。ちょっとつむつむ速報ということで、縦画面の編集になりますが、ご了承ください。で、まずは、どこに情報が来たかというとですね、こちらの上のバナーですね。で、新積みのところをタップすると、確率アップ予告が来ておりまして、3月17日、明日の11時から、新積み確率アップが来て、来ます。それがまた3日間なんですよね。18、19、20ということで、3日間開催なんですけども、これはね、やばいね。何がやばいかっていうと、まあ、20日だと、20日だと、まあ、20日から27日までが空いてるんですよね、スケジュールが。はい、ガチャのスケジュールですね。で、月末がつむつむスクラッチがありまして、27日からなんで、まあ、月末の27日の5体確率アップが来ると思うんですけど、その前ですね、27から20の間が丸空いてるんですよね。で、まあ、第2弾セレボが来るとは思うんですけれども、8日間空いてたらね、5日間開催だったとしても3日間空くっすからね、おかしいでしょ、明らかに。なのでね、これはね、もうほぼほぼ間違いなく、第3弾のセレボカピック、もしくは新ツムかわからんけど来ると思います。はい、何かしら来るっすね。やっぱ9500万ダウンロード記念なんじゃないかな。まあ、もうすぐかもしれないけど、もうすぐ9500万か9500万ダウンロードになってくるんじゃないかなと思います。まあ、わざわざね、第3弾やる必要もないと思うんで、まあ、何かしらありそうですね。っていうのが、まあ、今回のこのガチャ更新でも分かったのかなと。まあ、ここのさ、新積む確率アップ5体がもうちょっと長ければ、ああ、まあ第2弾セレボやって終わりかなと。だからこれから4日、5日間開催とかであれば、まあ、そういうことでしたねっていうところだったんだけど、これ3日間開催なんでね。怪しい。ということで、まあ、また公式からいろいろ情報が来ると思うんですけれども、まあそれに関してはですね、情報が来次第、展開して、まあ引くべきかどうかとか、その辺も、考察しますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。